ウィッチャー・アイ・エルフの血脈は、ポーランドのファンタジー作家、アンドレイ・サプコフスキによる、ウィッチャー・サーガの長編作品第1弾である。ポーランドで、1994年に初版が、発行された。この作品は、ウィッチャー・サーガの短編作品である、ザ・ラスト・ウィッシュ、ソード・オブ・デスティニーの続編にあたる。ヤノシュエーザ・ジェドル賞及び、イギリスにて、 デイビッド・ゲメル・レジェンド賞を受賞。日本では、2010年に翻訳版、魔法剣士、ゲラルト・エルフの血脈が発行。その後、2017年に続編である、ウィッチャー・通屈辱の国と合わせて再反された際、ウィッチャー・アイ・エルフの血脈と解体された。ニルフガード帝国が、シントラ王国に戦争を仕掛け、陥落させてから2年が経過していた。 この戦争で瀕死の重傷を負った女王、キャランセはあえなく自害。キャランセの孫娘であり、尻の愛称でも知られる、シントラのコシシコとシリラは、戦火に燃える街から、命からがら逃げ延びた。逃避行を手助けしたのは、ウィッチャー、リビアのゲラルト。ウィッチャーとは、魔法と変異誘発剤によって遺伝子レベルで変異した、異能の怪物がありであり、怪物や魔物の脅威から人々を守ることを、 生業としていた。彼らの本拠地であるケイア・モルヘンに尻を連れ帰った、ゲラルトは仲間のウィッチャーらと共に尻にウィッチャーの訓練を積ませながら彼らなりの教育を施すのだった。シントラでの戦果を歌った銀融詩人団ディリオンはある日見知らぬ魔法使いリエンスに襲われる。リエンスの目的はシントラ女王の血を継ぐ尻の行方を知ることだった。 ゲラルトの元恋人であり女魔法使いである、ベンガーバーグのイエネファーによって、ダンディリオンは危機を脱したが、リエンスは門を通って逃げ延びてしまう。そんな中、女魔法使いトリスメリコールドが、ケイアモルヘンを訪れたのは、ウィッチャーたちからの依頼のためだった。訓練中のシリに出会ったトリスは、すぐに自分が呼ばれた理由を悟る。不意に訪れるトランス、まか不思議な予言。それらは、 尻が強大な力の媒介たる源流である証拠だとトリスは断言する。ウィッチャーたちの粗雑な教育にも見かねたトリスは、普通の教育を施すため、尻をエランダーのメリテレ寺院に通わせることを提案するのだった。エランダーへの旅路は、トリスの病気や、エルフドアーフラヒ人間族が組織したすこやテル、リスダンなる、盗賊団の襲撃など、 様々なトラブルに満ちた大変なものであったが、ヤーペン・ジグリン・ラ・ドワーフの旅隊の協力もあって、無事シリはメリテレンへとたどり着く。しかし、シリはかつてのシントラでの悪夢にうなされる毎日を過ごしていた。そんな彼女の前に現れたのが、イェネファーであった。イェネファーは、シリに魔法の使い方を教え始める。はじめこそ反目し合っていた二人だったが、徐々にその間には、 絆が芽生えていくのだった。一方その頃、北方諸国の王たちが一堂に会し、秘密の会議を取り行っていた。戦後続いた見せかけの平和が終焉を迎えつつあったのだ。ニルフガードの経済力は北方経済を圧迫し、密定らの先導によって、貴族や商人は君主への反旗を翻し始めた。スコイアテルラ非人遠族が、 人間に対する虐殺行為に及ぶ中、世界の終わりを予言するものまで現れた。王たちは、ニルフガード帝国が、シントラの復権により、さらに勢力を強めようとしていることを警戒し、シントラ復権の鍵となる尻を捜索し、抹殺することを決議する。ゲラルトは、ダンディリオンを襲った魔法使いリエンスを追跡していた。奥センフルトで出会った、医学生、シャニの助けもあり、 リエンスの居所を突き止めることに成功したゲラルトは彼を守る殺し屋のミケレット兄弟らとの激しい戦闘の末リエンスを追い詰めることに成功する。しかし、すんでのところでまたしてもリエンスは門を使って逃走。最後の手がかりであったミケレット兄弟の生き残りもその場に居合わせたレダニア国に仕える女魔法使いフィリパ・エールハートによって殺されてしまった。 結局のところ、ディエンスとその背後に潜む黒幕の魔法使いの正体は知れぬまま、ゲラルトは追跡の手がかりを失ってしまうのだった。そして、メリテレ寺院では、シリとイネファーが旅の支度を行っていた。二人は、巫コカシラ、年々に別れを告げ、馬を走らせた。かくして、また新しい旅が始まったのだった。四王国その他の国、ありがとうございます。